12月18日水曜日、大津市議会で ICT 導入調査・公共施設対策・生活支援対策の特別委員会が開催されました。特別委員会とは、複数の常任委員会に属する案件や、市政上重要な課題を調査するために、市議会が設置する委員会で、 現在3つの特別委員会が設置されています18日に開催された特別委員会のうち ICT 導入調査特別委員会では AI 等を活用した行政事務の効率化や ICT 技術やその他の最先端技術のさらなる活用推進の検討と調査研究についてまた公共施設対策特別委員会では 付託された請願1件の審査のほか大津市立小中学校規模等適正化の推進について話し合われ児童生徒数の将来推計や学校規模等適正化の進め方について執行部から説明を受けましたそして生活支援対策特別委員会では仮称大津市子ども若者支援計画の素案について話し合われ執行部からは 子どもが生まれる前から自立するまでを切れ目なく支えるための施策体系などについて説明が行われるなど各特別委員会で委員と執行部が活発に議論を交わしました。